それいけメッセンジャー。はい、少々遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。メッセージャー黒田です。明けましておめでとうございます。メッセージャー相原です。こんにちは、NBS アナウンサー向川智美です。何そこはこんにちは。いや、私はもう言ったから。そんなこと、いやいや、違う番組で。3回言ったらしつこいかな。朝の上泉さんの番組で私は言ったのよって感じですかね。なるほど。いや、そんな。はい、なんか普通言わないですか。普通言うよな。言うの ?1、2、3回。本当ですか。しつこい、開けましょう、ね。3回も言われたら。3回ですね。いや、うるさいわってならないから。そんな、まあまあまあ、今年もぜひともよろしくお願いします。今年も何卒よろしくお願いします。皆さん、まあ、僕は、もう1月の4日に、私も実は、もう、あれですよね。チラシ出すな。チラシ出すと。でもうおめでとうございますと言うたんやけども、ね、まあ一応ね、いやこの番組はそれ初ですから違う番組と一緒にされたら困ります。明けましておめでとうございますねえ、さらにみんなそうやろ。明けましておめでとうございます、はい、まあだいぶ寒かったみたいで、東京の方なんかはね、すごい雪でしたね。でもあれいつも東京の長いことやるな、俺長ないか、あれね、さあ思います。思えへん。思います。これ、言葉は悪いけど、キー局のな、おごりのように気がすんねん。だって、北海道行ったらそうやし、東北行ったらそうやし、うん、例えば、山陰地方なんかもどか雪降ってね、うん、それこそ鳥取、島根の方も結構きつかったやろ、はい、だけど、もうちょっと東京雪降ってさ、そう。しかもな、俺、ええよ、首都やから。はい、ええねんけど、はい、テレビ見ててね、うん、そない長いことって思え。だって中継やってるもん。1時間ぐらいやってる。ずっとやってるよ。しかもね、東京近辺だけでね、うん、3カ所、4カ所中継行って、言うことほぼ一緒じゃないですか。うん、しかも、一般の人が撮ったドラレコとか YouTube のやつを、うん、他局が全部こう使い回すんよね。はい。いや、それ事故危ないのやから気ぃつけろわかるよ。でも、現状としてね、今現状やったらこれ怖いけど、うん、昨夜って言われたらさ、ね、もっと早言わんかいっていうことになってきません。トラックがさ進めへんのよ。だリポーターが来てさ、うん、チェーンは巻いてないんですか。巻いてないからやっとんねん。スタッドレスでいけるって思ったんですけどね、チェーン巻いた方が。いやいやいや、そうやったら持ってきたれよ。そうそうそう、そんなら局にある何かあんやったらさ、それ持って行ってるとかさ、もう終わりますね。いや俺知らんで、テレビ局のこと、はいはい、テレビ局のでも地下にな、どこの局でも、まあ、関西でも空いていったらな、なんか見たこともないでかい車とかもたまにあるやん、中継車とか、中継車とか、ね、うん、ありますよ。知らんよ、そんな、ちょっと運んでるとかしたらええけどさ、いちいち落ちてんのに聞いたったって、もうどないしょもないやろ、あれ。車のタイヤがさ、スリップしてんのよ、氷で。はいはい、巻いちゃってね。それをさ、10メーター先ぐらいで見ててさ、スリップしてますね。うん、分かっとるわ。やらしいですよね、逆にね。思いっきりマフラー巻いてな。巻いて。ええダウン着てな。ちょっと、お好きないんかみたいな。あ、もう耳が痛い。でも各局やってる中で TBS のザ・タイムだけ一、はい、人だけアナウンサーが、うん、本当に豪雪地帯にお住まいの皆さん申し訳ございませんって言ってから、うん、実は東京はっていう風に、私一人だけそれを見て、偉いなと思いました。確かに、だからね、うん、いや別にその全国、僕東京ローカルやったら分かるんですよ、はい、分かりますよ、もちろん。でもやっぱり全国ネットって言った時に、じゃあ北海道も被害あるし、はい、もちろんね、なんかじゃあで何度も言うけど15分20分やったらまだ別にな、まあそういうこともあるかで、まあ今から東京出張行く人もおるやろうし、いいでしょうね、帰ってくる人もおるやろうし、はい、ってなった時に、まあ情報としてやるけど、はい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 、こんなんお前な、鳥取なんか行ってみよ、お前自分どこだよ、お前そんなもさ、その冬中ずっとその話になってます、うん、そうですね、毎日それになります、ね、鳥取も雪すごいもんな、うん、っていうかな、向こうの方がいっぱい店あるやん、東京の方があるよ、そやろ、うん、ないやん鳥取の方にも、ないよ、うん、ないやんか、うん、とってもこと大変なはずやんか、なんかそれになんか違和感を感じるんです、やっぱりね、首都がそうなるとやっぱり都会は雪に弱いって毎年言ってますね、言ってます、これ、ね、言ってます強せえよ思うけど、あと台風ね、台風もそうですわ、やっぱりもうあっちに行くともうわーってなるから、そうそう、いやもうこっち通り過ぎてますよとか、全然こっち関係ないですよ、まあ、大阪も若干ありますけどね、はい、いやでも関西ローカルっていうね、そうですそうです、要は地域の、ね、あのとこやからまだ僕はそれ分かると、うん、ただやっぱり全国ネットってなった状態の中で小1時間やってんねん、いやむっちゃ長いね、本
と長い。他何やってんねやろって言ったら、さっき見た動画が他の曲でやってるやろ。なあ、それ見たわ。もうちょっとあるんじゃん。スリップしてさ、してる人が、うん、なんか気の毒というより、うん、いいネタ見つけたみたいに覚えてきますよ ね、 ちょっとね。そう、それは残念ですよね、残念ですよね。そう見えちゃうとね。まあまあ、でもまあまあ大変なんやろうけども、だけども、うん、なあ、そない長くやらんねもう、うん、いや、これしょうがないですね。やっぱ東京から発信してるもんやからっていうことなんでしょうね。はい、どうしてもね、そうなっちゃうのかもしれない、うん。まあ、お正月ね、はい、まあ、僕はずっとも淡路島いたんで、あったかいの淡路島って。いや、あったかくはないの。ただ昼間はあったかかったけど、変やけども12時過ぎてから急にガーン寒なんのよね。大阪はやっぱ寒いから。寒いですね。もう朝はね、春ちゃうかいうぐらいの、朝って、ま、あの、まあ、8時ぐらいからですよ。1日はもうすごい寒くて外出る気しませんでしたもん、うん、大阪は。寒かったです。結構あったかかったですけどね。もう小雪決まってました、うん、もうそれがもう、ね、2日ぐらいからちょっと初詣、うん、そうそうそうみたいな感じ、うん、だから初詣も、だから僕も近所のその初めて行きました神社。やっぱりあのあっちの方の神社は立派やね。ああ、そうかもね。なあ。またその島ですからさ、昔からいろいろ大変なこともあったやろうから。大体あの漁港が多いからね。うん、な、漁港が多いということは、はい、漁港の海にまつわる神様とかが多いんでしょうね。あれ、イザナギ、イザナミ神社とかありますもんね。ああ、そうやね。あれは大きなね。そうそう、そうそう、大きな神社、ね。おのころという島がもともと日本で初めてできて。なんか言われませんでした？そういうのが。まあまあ、開けてる、まあ、島だと思いますけど、うん、昨日今日住んでお前、地元ずらすんじゃねえよ。そんなお前。そんな嫌な人おるか、お前、淡路島で。淡路島どんな町や思てんの。岸和田では割とあったんで。それお前の町だけや、それであんなやった。昨日今日少ないけど、せやからこそ神社で手合わせとんねん。そうですね、よろしくお願いしますね。そういう人がおらんじゃええけど、岸和田では若干あったんで。お前な、お前で、お前一人で岸和田の品位を下げてるぞ。ほんとに。ねえ、岸和田行ったら住んだらそんな言われんのか。新しいマンションで建ったらさ、いろんな人が住んでくるやんか。やっぱ地の人間じゃないとかさ、そういうこと言われがちやったから。岸和田って、岸和田に新しいマンション住んで、はいはい、で神社でお賽銭入れて拝んだら、後ろから知らんおっさんが、昨日今日住んだところで、地元住地元民みたいな顔すな、言われて。いや、それが、八匹でな。そうですよね。知らんけど、あの屋根の上に乗ってたらな、怒られるの分かるで、神社で手を合わせたから。各町各町の人とお参りするとこも周りとあったから、するからね。もう顔見知りばっかりやったらするやんか。ほんとひそひそで、はい、あのマンションの人やな、とか。言うんだよ。いや、嫌よ。それ言われるの嫌。僕らの時ですよ。40年前ぐらいね。40年前ぐらいの話ですよ、ね。今ちゃうんやったら、それさっき言うてからにせよ。いや、だから黒田さん、だから淡路島。お前のせいで、まあ、多分な、土地の値段下がるぞ。大丈夫です。みんな、そうや、そうや、思ってますし。だから、あの、淡路島とかね、うん、なんかよく、テレビ出てたじゃないですか、うん、家ちょっとこっちにやったって、うんはいはい、だからそのね、みんながこうそういうふうに思ってたら嫌やな思って。俺もな、今日住んでお前いいとこに住んでんじゃねえよみたいな。80ぐらいのばあちゃんが軽トラで見に来たけどな、家。そうやろ、そうやろな、そんなあるわ。ここだここだって黒田さんの家やって。いや、かわいい。かわいいかな。かわいいじゃん。これでちょっとでもあれで、ね、あの輪を乱すようなことがあったら、もう犬の散歩コースに入ってくるで。いや、犬の散歩コース。いや、ここでしなさいよ。なんでやねん。そんなマジちゃうって。いやいや、そんなマジちゃうねん。ちゃうと思うけどさ。だって家の前の男の子がさ、はい、漁師なんですって。あ、そう。マナガツオ。マナガツオ、これ何センチや、だいたいな、50センチぐらいのマナガツオかな。ああ、持ってきてくれて。1万円やで、だって。今の季節に食べるもんですか。そう、まだがむちゃくちゃ美味しいのよ。むちゃくちゃ美味しいね。で、アワビとか、サザエとか持ってきてくれるからな。あ、うん、行きましょうよ、だから。有効な雰囲気でね、有効ムードよ。今んとこね。今んとこ。まあ、住んでないからな。あ、行ってるとき、ね、うん。もうなんや、隣の人から、2日後、帰ってきてね、このチラシ出すがあんので、帰ってきて、はい、昨日でさ、昨日電話がかかってきて、隣の人から、うん。2階のエアコンつけっぱなしですよ。あ、ボケ、ほんま、だから消したか言うたのに。え、なんで分かったんですか、でも。隣の人が、室外機動いてるから。室外機で。いてはれんのかなと思いながら。分かるから、隣の人が俺がいてるかいて。そうか、そうか。車があるかないかとか、ね。それもあるし、そんな言うなよ。車なかったら、また。やめてくれよ、シャッターになんかぶつけるとか。あの、たまにあるやん、なんか、英語でなんか、そんなやめてや。あの、独特の感じで、あの、独特の、ちょっと、すさんだ感じの街にある。ね、ああいうスプレーの、あの、アメ村とかによく書いてあるけどさ、スプレーアートみたいな。あんな上に書くんやめてや、お前。
これあの読めないですけど黒だって書いてるんですよ。知るかお前、勝手に勝手なことすなお前。えで止めに行ったんですかエアコン。いやだから隣の人がお願いして、うんはだからそういうところでやっぱこうスマートフォンとかでこうね、そうですね、そうそう、まあ、届けへんわな、ここからじゃいくらなんでもな、ちょっと無理かな、それがあるわな、うん、だからそれもう閉じまりって大事やね、大事大事、うん、でやっぱ火事も多いやんかほんまに、乾燥してますからね本当に、何で火事なるんやろうな、何が一番、だって昔はもう圧倒的に寝たばこやったやんか、タバコ、今な、ね、はいはい、寝たばこなんかするやつおるんか、うん、世の中に、そうね、おらんやろ、そうやけどやっぱりそのストーブとか、はい、ストーブっていうでも今の安全やろ、漏電とかも、漏電な、漏電ね、確かに昔のやつのそれは本当に漏電は怖いよね、はい、であのコンセントの部分とかのあの線がちょっと、うん、あの曲がりすぎて、なるほど、ちょっとそっから火がパチパチになったりとか、あと昔の家とかやったらな、ずっとコンセントつけっぱなしでそこにねちゃんと刺さってなくてほこりが溜まって、それもあるって言います、そっから火入れるとか、はい、ほこりから発火するって、あと料理するときにあの、うん、今日の黒田さんみたいにあの冬物って空気を含んだ毛が多いでしょ、うん、だからそれをちょっとこうの手を伸ばしたらボッてその空気に火がついちゃって、燃え移るんですって、そうで人が本当に火傷しちゃうって、いやそれやったらもう本当にあのあれな、おもうオール電化やったらそういうことはないってことね、そう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 、でもな俺正直な話料理作るからな、はい、ガス俺のとこもオール電化やったやん、はい、淡路の家、うん、でももう全部ガスにした、ガスにそこだけ変えてプロパンに、あちょっとやっぱ料理される方は、ね、申し訳ない、これ火力がね、ガス電気がええガスがええは別やで、でもね正直な話あのあれあの旅館でな、うまいやろご飯あれな、あれだってガスやもんな、あ一生とか多分大きいやつで、あな、逆に言うたらうちなんかもうオール電化でええんかもしれんな、そんなに料理こだわってんの、料理はまあしますけど、うん、掃除が楽でしょ、めっちゃ楽です、ね、オール電化はめっちゃ楽、大変やね一回あれやったから、うちなんかまだ2年ぐらいなんですよガスコンロ変えて、えらい早変えてんね、そうなんです、だからもうあまり掃除しないでね、すぐあの30年ぐらいやってた中華料理屋さんぐらいのそういうやはい掃除してないじゃないですか、もうお前床もそれやし、そこもそうやったらもう中華料理やんか、まあ中華料理屋さんの娘やからな、いや関係ないわそこは、そこはそうなるんかなって思いながらえそれは何でオール電化に変えたんやろ、いやオール電化じゃないですよ、やっぱりやっぱガス料理を作るんでね、ああ料理作るのは美味しいんですよ、うん、まあそれやっぱガスの方がまあまあ早いし、まあね、今美味しい気がすると、はい、嫁曰くね、はい、それから掃除がちょっと大変やからね、やっぱり、ああせやな、うん、私は IH です、 IH 私はやんなすんのに、やっぱり自分が働いてるから外出る、大食家やから味どうでもええんでしょ、違う違う違う、大食家ってことは、ね、山とかでもええんちゃう、なんでですか、火はちゃんと通してますよやっぱ外出るから、うん、その時にそういう風にね、あれっていうのが怖いから、だからちょっとやっぱりしばらくは IH でこう、いやでもガスをつけっぱなし言うのだ、今のがさ消えるからな、今消えますよ、ああそうなんですか、今は消えるんだ、で油もんもその油もんのところの温度にしとったら勝手にガスが消えるんです、すごい優れもんですよね、優れもん、じゃあ掃除かな、ただやっぱ掃除は大変です、ね、掃除ですよね、そこやな、あれですわね、マナガツ大きいのもうだから、はい、半身はあの塩焼きで食ったんで半身どうしようって言ってさ、うん、あの最強味噌を作って、あ最強漬けしたんで持ってきますわえ持ってくるわここに、いつ今度それ美味しそうちゃいます、最強味噌に、うん、最強味噌も俺が作ってんで、おお漬物やったら嫌やけど、最嫌なことあるかっけパンは失礼なお前ね、漬物やったら、いや俺は食べれるで別に、え食べます、俺は別に食べれるけど、で俺お前に渡したらな、うん、俺のせいじゃないのに、俺のなんかお前病気になって俺のせいにされそうな気がする。そういう、そうそうそう。いやろ、俺は病気持ってるから。漬物は大丈夫や、別に。漬物は大丈夫やけど。漬物でかか当たるなんかあるか、お前。痛風とかになれへんから大丈夫やけど。いや、別に、最強味噌美味しいんちゃうの。そう、まあ、そうですね。いや、はっきり言った方がいいですよ。いらんならいらん。あ、じゃあいりません。いやいや。あの、マナガツオの最強漬け食べたことあるか、ありますよそりゃ、マナガツオやで、売ってるのをね、売ってるのを売ってるのは高級魚やで、でも黒田さんの作った最強味噌で漬けたマナガツオはいりません、ほんまこんな失礼な人おる、こんなおばはん、いやおばはんって言ったら値段もいいんでしょ、そのさ高いよ、最強漬けなんてあった、最強漬けむちゃくちゃ高い、しかもなあじゃないわ、取れたての新鮮なマナガツオで作ったんでしょ、さばいて、でしかも塩、うんね、塩振ってちゃんと取って、うんうん、
でも黒田さんがやったんでしょ。これほんま失礼やな、ね、ちゃんとビニール手袋してるよな。そういう問題ちゃうやろ。気悪いの私じゃない、今の私じゃないから、ね、手袋してるよなじゃないの。お前もそこ疑ってたよ。俺してなかったら俺もちょっとみたいなのちゃうか。こういうの一番あかんよな、教育上。ほんまに、ね、な、自分の息子がな、かとか、いやちゃうやん、向川さんの息子がな、はいはい、初めておにぎり作ってんでさ、うん、誰かにあげよう思ったらさ、いらんわって言われたら嫌じゃないか。いやまあ、いやでも私はちゃんとあのビニール袋手袋してるし。いやちゃうやん、じゃ息子がやん、息子が、息子が作って、お母が作ったもん、ちゃうちゃう、おにぎり作ってな、お女の子とかにな、息子が作んの。おい、分かれへんやつも作るようになるかもしれんやんか。いや、ないわ、弁当いらんとかなったらな。分かれへんで、その、もう今の時代は、女の人が弁当作る時代はもう終わってきた。まあ、確かにね。もう今後な、せやろ。それはもうボーダーレス、どっちが弁当作ってもええねんから、時代やねんから、その時にさ、彼女に作ったったやってさ、彼女が、いや、あんた。いらん。いらん。あんた作った手で。いらんわ。そうやって因果応報して、そんな失礼やったら俺に失礼なこと言うとるやないか。そんな女の子あかんって言いますわ。いや、あんたやん、ほんなあんた。でもこんだけ知ってるだけやったら、それは正直言って知らん人やったらちょっと困りますね。うん、知らん人の最強漬け自分で作ったやつちょっと考えるあれ人間ってあれなんでやろ、全然知らん人ってちょっと俺も考えるわ、全然知らん人普通に最強漬け作って言うから、この9階のフロアにいてるぐらい顔を知ってるぐらいの、あんまり喋ったこともないし、食べてみたいけどな、そんなでもとか、まあ、相方でねずっと何年も一緒にいるからそれはいいかもしれませんけど、そんなね仕事仲間っていう言葉はないの。仕事仲間でしょこれ。今度一回旦那さんに聞いてみなさい。旦那黒田が作った西京漬けを食べるかどうか聞いてみてよ。そりゃもう多分ほんでめっちゃうまいって言うたらどないすんの、まあ、一口も食べるのよ、その代わりそれやったら、ほんならもう食べに行っといでって言います。黒田さんとこに行っといで、しかも家では食べさせるの。お前焼いても行っといで、焼いてもあかんの、焼いてもあかんの、うちに持ってくなっていうことやな。最低やな。いやそんなことないですよ。いやいや、まあまあまあ、でもね、はい、あのそうやって時間を潰さないと、あのやっぱ正月にな、なかなか人のうち人を呼んだりできへんやんか。まあちょっとね、ね、またね、拡大してますしね。どうしてたん、相原さんは。僕は、1日はもうほとんど本当にずっと家行ってましたね。あのいただいたあのあれ食べて、おせちもいただきながら、はい、いただきながら、美味しかったですよ。おせちなんかお前あんまり食べたあかんもん多いんちゃうの、エビとかに。あ、そういうのはあんま食べないです。その黒豆とか、煮しめとか。煮しめは大丈夫です。煮しめはね。カツノコ好きなんでね。一番あかんやん。カツノコ好きなんで、カツノコはまた、こんちゃん、おせちとはまた別でちょっと買って、ですよね、プラスアルファにして食べてましたね。うちもそうです。俺、カツノコそんな好きなんよ。カツノコ好きなんよね。カツノコ美味しい。塩分高いやろ。塩分高いけど、やっぱちょっと日本酒飲むと、とかはいいですよね。近藤さんのおせちはちょっと今回のやつはおじやさん様変わりしてお肉たっぷり、あら本当にローストビーフとかね、お肉たっぷり美味しかった。子供たちも言ってましたもん、うん、去年より今年の方がいいって。いや、まあ、うん、あのバージョンアップしてるってやっぱり、まあまあ、去年一昨年も美味しかったけ ど, けど今年はもうなんであやるのが大人やねん。おかしいやろ、何のためにアナウンサーとしておんねん。せっかくいただいてね。そうやな、そんなこと余裕はわな。好みがこういうとこやろ。そうそうそう。これはね、正直とは言わんのですよ。昨日も本当オンエアでもう本当に美味しかったって言ったんで、しかもちょっと薄味でね。そうなんですよ。あんまりこういい感じのと美味しかった。ほんなら、肉って結構あれやもんな。年配の人好きやな。そう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 。年配の人肉すごい。おばあちゃん好き、うん、おばあちゃんが好き肉。豚角煮、ローストビーフ、牛しぐれ煮みたいな。そうそうそう。あと鳥だけいないのは。肉が、鳥はなかったけど、肉がふんだんに入ってた。そうそう、赤生子思うてんの。赤生子。いいじゃないですか。生きたやつ。私大好き。それ切って、1ヶ月持つのあれ、正直。あ、そうなんですか。持ってこようか。いやいや、いいです。なんでやねん。いいですけど。それは俺食べたいわ。持ってきたよかったわ。赤生子。持ってきてくれたらよかった。最高やん。最高や。最高やん。もうほんと、今日は。ほんまやで。おいしい。いや、俺最高や言うてんから。いや、私も最高と思ってますよ。大好きですもん。でほんならもう生きたまま渡そうか、ようさばけるか、うん、ほんな自分さばけない下処理とかできるか、私が見てるとこでじゃあさばいてください。なんでやねん、俺見てなかったそこに鼻くそつけたりすんのんかや。そんなさ、そんなバイトテロみたいなことするか、俺52やぞわしも。仮にも料理人としてやってたんやからな。そうですよね、天然素人料理ちゃうねんからな。分かる分かる。でも黒田さんって何しでかすか分かんないじゃないですか。それはな、あのね俺料理かほぼそれは多分俺の方があるわ、うん、いや怖い。
相原は本当に、あの若かりし、若かりしの頃、お風呂場で、あの、頭洗ってる人の後輩に、の背中に おしっこをかけて。いやー、嘘でしょとかね。とか。あと、ケツを蹴るとかだ。全然知らん恐ろケツやったけどね。いたずらとかをちょっとしたくなるな、それは俺の間違えてんな。間違えて。そうなんです。思いっきりこう入るとフルスイングで生ケツにバーン蹴って、パッて振り向いたら全然知らん遅いやったんです。なんやー言われて、なんやーってなってね。ああ。大変やないわ。すごい。ああってなって。ああ、そうなんですね。ちょっとね、そういうとこはあります。そういうとこ、生子はあったけど。原ちゃんの方なんだ。生子はほんま美味しい。生子は美味しい。大好き。一番合うんじゃないですか、お酒に。読売テレビで一緒にやってる中谷忍っていうのが、はいはい、一番好きなのが生子なんですって。珍しいね。どんぶりいっぱい食べるらしい。いや、それはあかんやろ。生子。うちもそうですよ。高いよね。うちもそうね、どんぶりいっぱいです、本当に。負けん気強すぎる。いや、本当に大根おろしガースって。分かった、もう、向川さんのが綺麗。これでねやろ。うん、いや、それは。ほな、許す。ちょっと。ちょっと、何それは。それ若い分ね。まあまあまあ、そうやっぱり年齢分ちゃんと引いてもらわないと。そうでも同い年時の写真持ってきてよ、な今の人な。今あの人32か33。32、3の時の。一番いい時です。一番綺麗な時。写真持ってきてよ、ほんなら。油乗ってる時。ほんで、ガイドインタビューや、俺らの声。ホワイトボードで、ね、写真がこうあって。丸つけるの、丸シールつけるの、やめて。忙しいとこすいませんと。33のお二人なんですけども。ちょっと。ここの、あの、マグネットでこう、なマグネットでこれ。好きですね、中谷忍それ。これで負けたら逆にもうおしゃれ。あのね、でも時代の顔って、顔がやっぱり時代に合ってるのがあるんですよ。だから今の顔なんです、中谷忍ちゃんは。それって言うたら、だって昔の吉永小百合さんは綺麗、うん。普遍的ですね。ああ、古木淳さんとかも普遍的よね。そういうのは本物の美人ですわ、やっぱり。私はその決して、うん、その時代に乗った女なの。そうですそうですそうです。いつでも流行る顔ではない、うん。ない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 。うんうん、その時はもう。流行った。バブルの時の顔ってこと。バブルの時こんな顔流行った。いや化粧とかね。だってダブル浅野とかの時代。そうですね。そうそう髪の毛とかやっぱメイクとか、うん、そういうのがやっぱり流行りがあったんで。いや分かって僕らも分かってるぞ、うん。でも、はい、ワンレンでもねその浅野ゆう子さんとかもいてますし、うん、ね、うん、いろんな方いてるじゃないですか。うん、はい、そうですね。ワンレンしてたん。ワンレンまでいかなかったですけど、でもこう似たようなの感じにはしてます。ラーメン食べるときにこうやって耳こうやりながら食べるみたいな。逸話真由美さんでしたっけ。なんですか。あれワンレンじゃないですよ。あれじゃなかったです。あれ完全にワンレンじゃないです。あれはもう完全にオールバックです。イメージがちょっとそっちかなって思ったんで。恋人。だからどっちかってな、うん、ベラ風やったもん、ね。ベラ風。恋人よね。恋人よね。まあまあまあ、ね。あまあ、でもまあまあ、その時代時代の顔はあるのは確かに。ありますからね。うん、今年のじゃあちなみに抱負はどうされるんですか今年ですか、うん、今年はね、嫌なことをせずに、うん、楽しいことだけ。朝のラジオはもう降りてやる。ズバッと言うな。ちょ、やめて。内閣。ほんとやめて、それ。内閣今ズバッと決まって。びっくりした。ストライク言うてるよ。いや、ちょっとちょっと。ちょっとちょっと。ストライクって。あのね、あの、あれはあれで楽しくやらせていただきますよ。すごかったもん。何がすごかったもうなんか。何を。もう年始めからもう朝3時起きって言ってた。もう何が辛いってもう仕事始めがねそうだった3時はきついとそう3時はきつい4日からの仕事始めが3時起きだったんでこれはきついって思いましたけどご機嫌にちゃんと放送まあそれはもちろん聞いてらっしゃる方がいらっしゃるからな、はいはいはい、やりましたよその嫌な仕事はしない、うん、嫌なことはやんない嫌な仕事があるようにね聞こえますから嫌なことはやらないあこれからね、うん、そう今までだって好きなことばかりやってきたんじゃんみんなそう言うんですよあちゃう全然そんなことないどんだけ我慢してきた人生だったかどこが我慢してんねん俺我慢してるとこ見たことないわ一回も見せてないだけ一回もなトイレとかですかそれはしゃあないよ別にしてもせんでもどちらでもええけど己自身でなんかのノルマを課さして今日は2回しか行かんとかそういうことですか違いますそんな我慢してるとこだこれ一回も見たことないわ僕らが分からんようにだから我慢してますって見せる人はいてますやん、うん、なんかしんどいんです我慢してるんですじゃなくて、じゃなくていつもこの感じやけどどっかで我慢してるんですそうそうそうどっかでねチッとかピッとか思いながらも笑ってますよっていうのをしてたけど、うん、本当に楽しい時しか笑わん嘘これは見物やなバーバーバー、ね、でもごめんなさいちょっと無理かなやっぱり仕事だから目標やからそう目標、まあ、黒田さんは俺はどうしようかな僕も去年もまあコロナあっても、まあ、このままなれへんかったし、うん、まあまあ、まあ、機嫌よう、うん、なんか
なんか俺もゆったりしたいなと思うよね、ちょっとね。してますやん、すごく羨ましいですよ。いや、その年になってきたんだね。もうちょっとね、年齢的にね、やっぱりしんどいのね、はい、一個いいですか、目標を与えて。何を？髪の毛をちゃんと整える。いや、これラジオやからわざわざそんな。いや、もういつもなんか長いんですよ。ひどいってことですか？ひどい長いな。長いか俺。長いですよ、襟足も長いし。釜谷広志みたいな。どんだけ長いのお前。長すぎるやろお前。雰囲気がね、はい。ギターのお前ちげかそれ。お前もうそういうこと言うなって。お前もう亡くなってあるし、お前。だけど、はい、一回ほんならさ、俺一緒についてきてや。髪の毛切りに、うん、いいですよ。ほんで向川さんが、あ、いいですよ、私の言う通りにしてください。俺髪の毛にあれないもん、別に。こだわりがないの。こだわりないです。じゃあ思い切って、黒田さんが似合うような髪型、指示してやってください。OK です。いや、その、モリカンとかやったら嫌やで、もう。いや、だからもう、矢野さんみたいな髪型したいやん。そうちゃうやんか。矢野さんの似合い。うわ、そりゃ嫌だ。ちゃんとテレビに出られる漫才。俺ああいうの嫌やね。似合うと思う。俺ああいうの嫌やって言ったから。こだわりあるやんか。こだわりあるやんか。じゃあ言うてやん。いや、そんなガーって急に変化じゃないやろ。そういうこと。いや、割と思いっきり変化させたい、うん、変化させたい。どうすんの、そんな男の人の髪の毛。例えばどんな髪型が黒田さんやったら似合うと思うんですか。黒田さんにはね、やっぱいつも襟足が長いから、うん、そこを短く買って。アメリカンですかね、こいつ。なんていうの、アメリカンってあんの。佐々木圭介みたいな。いや、あれついてるやつやろ、恥ずかしって。昔ミキハウスの不良そんなおったやん。女の不良で早く結婚してなあ、ミキハウス来て。でも襟足が長いみたいな、ね、襟足長いからね。襟足を伸ばせることじゃないやろ。でもし襟足を伸ばしたいんだったら、マッシュルームカットにしたらどうかなと思って。バカリズムみたいな。そんなもんね。52でマッシュルームカットが似合うわけがないでしょ。だからそれでちゃんと白い。石野卓球さんと間違えられるやん。いいじゃないですか。白髪をちゃんと黒く染めて。これ家、これはもう白髪をすごく黒く染めんとこと思って。なんで？いや、なんか染めのんか、もう、俺、髪の毛ね、真っ黒なるんですよ、一回染めたら。はい。だからもうほんまにそれこそ。だから茶色で染めたらいいじゃないですか。茶色に染めたら一撃で茶色なんねん、俺。めっちゃ茶色なんねん。だから俺は染めない。染めない。だって色がもう完全に抜けやすいんですよ。細いから。西川のりお師匠と全く同じことやりますね。そう、染めない。そうなんですか。俺は染めない。染めないの？もうそんな気になるかしらが。気にはなるよ。気になって漫才に集中できへんもん。それ染めた方がいいですよ。だから思ってるより黒田さん背ちっちゃいから、うん、横で2人で並んでると、はいはい、頭のね、頭頂をものすごく見えるんですよ。そ、ね、それで140ぐらいしかないないか。お前もそんでかないのに。漫才本当やってる中でちょっとね、黒田さん見たら、はい、ちらっと見るとね、白が増えたな。21の時おった時はあんな黒黒してたのに、あ、こんな年いったかと思って、これで、ね、情緒というか、なんか、はいはい、ああ、そうつけよ、お前。足もおぼつかんな、みたいな。もうおじいなっとるやないですか。お前のじゃないか、お前、よう言うわ。足おぼつかんの俺やし。足おぼつかんの俺やし。足おぼつかんの俺やし。続くはめまいやって。わけわかんない。おぼつけてないのは僕ですからね。もう、ボロボロやんか。パッと黒田の肩を持ちそうになりますから。いや、それで、相原さんどうするか。僕はね、ちょっと逆にね、仕事 しようかなって思いますね。それこそ体のことが不安で、はいはい、なんかガーッとできへんかった気するんですよ。仕事を増やすって意味じゃないですよ。な一個一個ちゃんと。精度を上げる。精度を上げて。だいぶ調子も良くなってきた。調子も良くなってきて。ほんまか、お前。ほんま出んねん。お前調子ええ調子ええって言うた次の週になんかなるからな。ちょっとあかん。ちょっとあかん。いや、でもまあそこはね、黒田さんには見せずして。はい、見せてたから。見せててだから、ね、なんか機嫌悪いんかな思うから。見せてよ。年末むちゃくちゃしんどそうでしたもん。ほんまですか？しんどそうでした。ほんまに。もうあかんやん。あれ？まだちょっとしか経ってないですか？ほんまに大丈夫かな。12月28にね。そう。うん。行ったね、検査行って。何やった？よかった、それ。脂肪肝や言われて。脂肪肝ってどういうことですか？脂肪肝っていうね、いわゆる脂肪つく内臓脂肪がついて、肝臓にそのフォアグラみたいな状況になって、そんな飯食ってたん？いや、だからちょっと美味しいもん食べ過ぎや言われて、ちょっと気をつけてくださいってそれを言われましたけどね。何食べ過ぎてんの？いやー、僕ね、本当量食べないんですよ。量はね、量ね、だからちょっと食べる分の質が悪いのかなと思いながら。塩分高なってんじゃん、もしかしたら。たらこに醤油つけたりするからかな。いや、でもじゃあかんやろ、これ。それはあかん。それかな。どんだけしょっぱいめちゃくちゃ塩分高い。イカ明太に醤油つけたりする。いや、何醤油つけんの。東京
京やねんな、やっぱ関係ないって、つけないってどこが東京つける、いや、つけないですよ、そんな。おじいちゃんが何でも醤油つける人やったからかな。いや、それでもやめた方がいいですよ、お前。血圧も高いからね。あ、血圧高かったら塩分ほんまに高い。そうそうそう、あかんねん。だからすごい気をつけてますけど。ほんで、タラコには醤油つける。タラコに醤油つけて。それをやめるのに精一杯。さあ、テーマでございますが、はい、まあ、年末年始とね、今皆さんこう平穏に過ごしたいじゃないですか。そうですね。で、やっぱその脂肪肝もありながらね、はい、まあ、年末もうちょっと気をつけなあかんなと思って、うん、で僕性格的に今年その、その年に追われることはきっちりやっときたいタイプなんですよ。わかる。わかります。はい、わかります。お金の配分とかも、うん、今年のうちは今年のうちにね。そう、なんか支払いがあったりとか、なんか来年、はい、来月の分がこれが引き落とされるから年末のこれまでに絶対入れとかなあかんってことをすごいまめまめしくやって、最後の劇場の出番ぐらいやったかな。だいぶ前やね。ちゃうわちゃう。最後にね、難波に行く機会があったんですよ。二、は、十、いはい、何日かに。はいはい、でその時にその難波の、はい、キャッシュコーナーみたいなところでお金のやり取りしてて、はい、うん、で、あの、言うたら入金とか、入金とか、うん、まあそう出し入れしてて、でカードを紛失してね、なんでやねん、忘れて帰って、ピー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 言うやん、そうなりますよね、多分あの気持ちいっぱいやったんでしょうね、次なんかせなあかんっていうので、あ、そんなまあ折れへんじゃねえカードは、こうだからね、そのカードを忘れてそれを2日ぐらいに気づいたんです、いや。こうは、まあ、今どうもうおろそこからおろす人はまだおれへんと思うけど、でないし、で指紋認証やったから多分大丈夫やろうと思ってて、でその最寄りの銀行にしても、まあ、届けも出てないからとりあえず止めて、うん、うわ止めたらまたこれ大変、そう、大変やですよね、今まだゼロからもう一回再開できへんやろ、そうそう、もうとりあえず10日後にまたやるからええか、うん、その何日後にそのなくした難波店から預かってますよっていうのが来て、でももう止めてもたわな、止めてもた、で取りに行って、でまあ手続きするんですけどね、うん、めちゃくちゃ時間かかるんですよね、かかるよあれ、年末にかかるし、逆に、ね、向こうの窓口も心の中で、うん、このど忙しい時に そう何を粉末紛失しとんねん、そうそうそう、全くそんな感じなんですよ、そうだと思う、で向こうの手違いとかもあってすっすごいもたもたしてるんですよ、うん、でキャッシュカードがまた返ってきて、それをまた別でまた入金せなあかんかったから、はいはい、でそのカードやったらまた使えない、そうやで、いやもう使えるって言われたのに使えない、なんで、でおかしいですよ、じゃあ、うん、このメモまた書いてませんわと、うん、でまた書く、でまた出してもらう、でまた入金とこ行く、うん、また使われへんの、まだ出ないで、またそのなんか書類かなんか書いてないって、イライラしてんねんけど、悪いの俺やし、でその前にねカレンダー持ってしもたんですよ、うん、なるほど、なんか親切に向こうやってくれてるから、はいはい、カレンダー持ってるからこっちも文句言われてもうカレンダーもらうなよ、もらわへんかったよかった、俺ももらなきゃいいのに、まあ、あれ大きいのいらんやろ、もういらんねん別に、銀行の名前でっかでか書いてあるな、銀行の名前ごっついでかいからな、うん、ほんで結局帰ってきてさ、うん、ねえ、なんかまあまあ穏やかにとか、まあよ、ええ方に考えたんです、まあ帰ってきたからよかったとか言って、うん、まあね、で31日は31日ではもうラジオ終わって帰ってきて、でまあ家庭内でそのあんまりうまいこといかんとね、なんで年末なんで大晦日に、大晦日になんかうまいこといかんと、みんなジュエの金、何がうまいこといかい、そこは何をうまいこといかいな、だからか喧嘩することないやん、今年で終わりやなとか言って、楽しい、なんか、ま、てっちり食べようやってみたいになって、うん、でてっちり食べてたんですけど、どうやらこう子供の様子が気に入らんみたいなんで、うん、嫁さんがちょっと酔っ払っててね、おですっごいブリブリ怒り出して、あ、嫁、あ、奥さんからすると子供さんの子供さんに怒ってんねんけど、それが全体の空気を覆い包むぐらいの怒りやった、あら、まあね、まあそうなりますよね、でだんだんこっちもなんか1時間たち1時間半たちやったら、はい、そっちに腹立ってきて、はい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 、ちょっと大晦日にそんなに怒らんでええんちゃうみたいな、あんた分かってへんねんみたいな感じでわーってなって、11時かな寝たので、ジュヤの風聞かず年またがずに、あらまあ、そうなんです、しかも一人で、それもいや、もう家族全員寝るよって、もうだからみんなもう解散、あ、寝よう、あ、もう寝よう、嫌やな、嫌やな、嫌やよ、いやいやおじゃないねん、いやいやお、そんな年越し嫌よ、嫌 やで、そんなせめてな、あの女優の会社聞きたいよ、俺もそんな聞く気満々、ちゃんとやりたいやつ、ね、そのためのフグやんか、もう11位でも就寝して、あらららら、で1月なんかもう気を
なんか、まあ、取り返そうと思って盛り上げるやんか、はい、なんでやって盛り上げたら、うん、正月なんかあまり盛り上げてほしないで、だからお年玉を9時にしようって。高校生、あ、まあ、それ子供やんな、中学校小学生やからさ、もうお年玉あげるの決まってんねんけど、まあ、この線を書いて、はい、5000円3000円1000円100円10円どれか引け、あ、そんないつもやってないのに、うん、10円とかなったらどのやつで、また揉めるで、お前ブルーなの、ママもせえ言うて、で、まあまあ次男が5000、うん、で長男3000、3000、うん、嫁ゼロ、ママ嫁10円またピリッときた、また来た、1日、必死やった、その後盛り上げんのに、そう、舞台みたいな感じで頑張って、どうやって盛り上がって、いやだから俺も面白いこと言うて、うわ大変な、このテレビだから、テレビやんかお前お前ちゃうやないかテレビやないかお前て絶対嫌や俺そんな、嫌やな、いや絶対嫌そんな、で和やかになった、和やかにまだなってないんちゃうそれ、なったの、ようやくなりました、戻ったんですね、よかった、穏やかに過ごしたいのにといや、まあ確かに、ね、まあ、穏やかに過ごしたいんですよ、うん、日々ね、でもバタバタする、バタバタしたな、もうなんか値上げやとかまだあるやん、お金もかかるしさ、そうです、役所はほんまにね、はい、なあ、はい、税務署でももうなんか税務署でちょっと書類もらわなかったんよ、かかるやろ、全然ほとんど人おれへんのにむちゃくちゃ時間かかるやん、多いと思う、もうはしゃあないわと思ったら、あ、それは言わないんですか、それはしゃあない、だって処理があるんかやからしゃあないやろと思って、の窓口でもおっさんがもう怒っとるわ、まあでしょうね、めっちゃ変な怒っとるわ、なんでこんなになってんだよ気持ちわかるけどな、ちょっとこっち来てくださいとかちょっと大丈夫、あ、私は静かになったら帰る時が帰りしな、めっちゃヘラヘラして笑って、ね、おっさんのミスやった、 おっさんのミスやったんちゃうか、まあ、おっさんのミス、おっさんこんな取られてんねやって、ちょっと取られなあかんから取られてんねやろと3人しか俺の今のあれやカード行かしょな、あれ、あ、はい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 、ナンバーのね、なんでやねんと分かるやろと思うけどな、昔やったらちょっと言いたかったけど、この年になったらもう言われへんし、まあ、もうね穏やかに過ごしたいじゃないですか、確かに、そうですね、で言い方はちょっと変えたらいいんじゃないですか、私待たされるといつも どんな言い方するんですか、あの時間もちょっとかかります、もしかかるようだったら先に買い物行きたいんですけど、行けよちょっと行けよわわで一応声はかけます、そうするともうすぐですよってでよって言ってもらえるんで、銀行もな3時までやもんな、まあね、なんでだあれは、いやでもまあまあ、だしはもう金下ろすんわ、金いるわ、そうね、両替はもうここまでお金にしてる、両替なんてあんたそういうお金いるんですよ、両替お金いね、今頂点大変なんよ、知らなかった、今マシンでやってくれませんからね、やってくれへんねんで、ほんまに、だからあれよね、あの出の店があの小銭なくなったから、そうそう、両替って言うと、両替するのにお金かかんねんもん、しかもですよ、あらかじめ数えてきてくださいって言われます、はい、で自分のお金出すのもお金いるし、ね、だってザーってやったら数えてくれるんじゃないですか、あ、それあかんなって、うん、ある程度数えてこいって言うんです、うわ、間違えてたらどうするんですか、せやのに3時までやね、3時までね、確かにね、どんどんなくなっていくし銀行、あ、そうですね、どんどんなくなってる、なくなっていく、そう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 、だから、ね、まあそうなるんかもしれんね、うん、でも銀行が銀行にお金預けようなってくるで、これはタンス預金だけでも何兆ってあるって言ってるやん、だからみんな信用支援になってきてるやん、うんうんうん、預けなくなってきてますもんね、怖い時代やで、何でもかんでもそこはもうなんかこういろんなことでコンピューターとのこのいうのに渡すんはあれなカレンダーやねんな、そう、もうちゃうのんでええんちゃうのそろそろ、あ、まあ、やっぱり欲しい人はサランラップとね、サランラップ、そうそう、あと手拭いとかね、手拭いはええ、いいの、手拭いは俺まだええ、サランラップもええやんか、私もサランラップはまだええけど、うんうん、もうカレンダーはもうなんとか銀行、いやもうあれもそう思えと思う、でも嬉しいのは受験生の振り込みに行くと、うんうん、合格祈願っていう鉛筆くれるんですよそれはあ気持ちとしてね、笑をすがるような気持ち、そうそうそう、親として見たらそんなギリギリと受験してるあなたはもう本当に合格したんですかって聞きたかった、いやそんな意地悪ないですよそんなことないですよ、銀行で働いてるぐらいからそれなりに、まあまあまあ、そうちゃうの、言うたってあなたはどうなんてそんなこと言えテーマは穏やかに過ごしたいのに、はい、うん、採用された方には特製ボールペンを、一番盛り上がったメッセージをくださったお一人には現金3000円をプレゼントいたします、来週金曜日の午前中までに届くようにお送りください、宛先です、ファックスは大阪 06-6809-9090 大阪 06-6809-9090 番、メールはおばちゃん @mbs1179.com、 すべて小文字で obachan@
mbs1179.com、うん、はがきは郵便番号 530-8304 MBS ラジオそれゆけメッセンジャー今週のテーマ係です。皆さんからのたくさんのメッセージをお待ちしています。機能性靴下のエコノレッグとオリジナルグッズ制作のスコアレイジャパンがお送りする今週のそれゆけ目線。さあこの新たに、ねね、新しいお名前を、はい、拝聴いたしましたけども、スコアレイジャパンという会社なんですけれども、神戸のグッズ制作の会社でして、うん、グッズ制作？そうなんです。あとオリジナル楽器の販売もされているということなんですけれども、うん、これめっちゃいいわ。これ黒さんあれちゃうの？ギターとかあれやから、めっちゃかっこいいです ね。オリジナルとかでもできるのこれ？それだからギターをオリジナルでだから色塗ってくれはんのやろ。だからこれやったら、ね、阪神タイガースとコラボして、はい、そういうことね。うん、これどこのテレ、あ、フェンダーなの、どこのテレのキャスやろ。あなたのギター、このソリューケンメッセンジャーのステッカーのやつ、いや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 、よそで引き続き、ステッカーやった意味ないやん。ステッカーのやつを大きくここにプリントしてもうたらええやん。そんな愛してないわ。それいい、それいい。なんで愛してやってくださいよ、それぐらい。こんなんやってもいいけど、これやで、ね、ステッカーのこの写真やで、ね。向川さん、向川さんこの顔やで、ね、その絵は。そう、それ買いません、ね、新興宗教の踊りババア。でもそう見えてくるのがすごいですよね。それ言われてからエロ力そうそうそう、すごいなと。だグッズ販売やから、それはプロデューサーに聞きましたら、はい、まあ、今、この4種類、まあ、見れないと思います、4種類をチョイスしていただいたら、はい、まあ、無料でねグッズを作りさせてもらってもいいですよっていう申し出なんですって。そうなんです。マスク、キーホルダー、コルクコースター、アンブレラマーカーやん。それぞれの意見が分かれました、ね。分かれた。俺はもうキーホルダーが一番年齢的にどこにでもつけるからいいんじゃないのって言うてん。あやらは僕マスクがやっぱいいかなと思って。私もご時世的にマスクがいいかな。で、ハッサンがアンブレラマーカー。それ言うたら、大月さんがパクられません？パクれへんわ。あの傘じゃなくてね、アンブレラマーカーって知らないと思うんですけど、傘にこうつけて、はい、自分のだよっていう、これ私のものですよっていうのが、はい、それだけメッセージのロゴになってるってことなんですけど、はい、パクられへんでしょ。いやいや、そんなことないですよ。そんなに上に行ったいか。本当ですか。どうですか。どうでしょう、ね、でも作っていただけるっていうならね、はい、作ってもらっても、この4種類しかあかんねやろ。もうそんなに、あとコルクコースターもありますよ。そうそうそう、こんなやったらな、家で使えるから、うん、コースター、なるほどな、コースターええんちゃん、黒さん。まあ別に、ただ、コースターって家で使うもんやから。家で使うもんよ。外での宣伝はしにくいわな。で、マスクですよ、うん、そしたらやっぱり。うん、マスクがいいんじゃない、キーホルダー、ね、キーホルダー。キーホルダーかマスクか。あ、アンブレラマーカーもええっちゃう。だからこれ、こんなんな、うん、一般の人のツイッター等々で聞いてみた方がいい、ね。募集か。それは確かに、どれがいいか。で、これもステッカーもそれでこれで決まってんから。そうしようか。じゃあ聞きますか、誰かのせいになるんで、はい、これをだからホームページに載せて皆さんに投票していただくと、ま、投票してもでね、はい、一回もう一回ツイッターのあれに取ってください。はい、ツイッターのはどれですか。聞いてたやんか。あ、ツイッターはこれですね、アットマークおばちゃん1179ですね、これだってますね、はい、アットマークおばちゃん1179で、グッズはマスクがいいか、キーホルダーがいいか、アンブレラマーカーがいいか、コルクコースターがいいか、この4つ。一応これあれやね、だからホームページのところに一応こう、はい、仮のやつは載せてくれるんやな、はい、仮の写真は載せましょうか、ね、アンブレラマーカーってピンとけんいと思うから、そうですね、大きさもほとんど分かれへんのちゃう、はい、ほとんど分かんない、ちょっとそれ見てもらって、このスコアレイジャパンの、はい、まあ、社長さん、このラジオのすごい好きで、ね、ありがとうございます、ありがとうございます。これを聞いてまたね、こう、ここでこんなギターを作りたいだとか、こんな、ね、まあ、食器を作りたいだとか、はい、のもやってくれるみたいなんで、ごめんなさい、でもちょっと確認なんですけど、そのデザインの元になるのはこのシールなんですね、このステッカーなんですね。ごめんなさい、もう一回確認させてください。これはそれだけメッセンジャーのちゃんとしたロゴのやつか、はい、そのキャラクターデザインかは、それもどっち、もう気まぐれでいきましょうか。ちょっと、ね、それものによりますよね。ちょっともうそれによって、コースターとかコースターやったらもう1人ずつ5人でやってほしい。なるほど、コースターと5枚入りで、いやいや、やだ、え、これコップ置いて微調整、ええやん、あやらさん。だからキーホルダーでも5種類にしてもらって、あ、そうな、で集めて、なんか何でも集められるやんか、ゴレンジャーみたいなもんで、生まれたらやんか。向川さんの方が圧倒的に少なくて、やだ、もうレアケースの、レアケース、嘘でしょ。
カレンダーの柏木さんみたいなもんや。だよな。なかなか出えへん。キーホルダーいる？絶対ええんじゃない？いいね。な、まあ、キーホルダーだったらね。キーホルダーの。な、向こうさんだけ。一種類ずつこの、なんか。想像しただけで笑ってしまいました。ジャパンさんが、一個ずつ作ってるよとか笑えんけども、はい、別にアンブレラに決まっても、アンブレラのやつだったやし、うん、だから、5種類か、もう一個はロゴのこれで6種類。元のデザインがあるから、その辺は大丈夫なんですよね、多分ね。だから、このソレイケメン戦じゃもう置いといて6種類でいいや、ほんだら。ああ、6種類ね。俺とアヤラと、ムカワさんと、梅山ちゃんと、ギシャンと、で、ここの、あれとなるね、うん、なんだかのね、番組のかっこいいんですよ、うん、この一人一人のが俺マスクで絶対いらんわ俺もいらん武川さんこういうのが嫌やそれにメッセージはロゴやったらまだあれやけ ど武川さんのロゴのキャラクターついたマスクして絶対してなんてよ結構大きめにそしたらデザインしてもらおうかな ほっぺたを覆い隠すような感じですどうですかそれ踊り場は何やこれ言われるけどな毎回ちょっとみんなでありがとうございます、はい、行きましょうかどうぞどうぞでは参りましょうまずは向川セレクトですみんなの夫婦円満の秘訣は生活情報サイトが夫婦円満の秘訣をアンケートしたところ3位感謝すること2位思いやり1位会話という結果になりましたなんかえらい当たり前のこと言うてるよねこれね当たり前のようで1位の会話は難しいもんですよああそうそうですかねあれそういうことないです僕結婚して23年ですが、うんはい、よう喋りますねでもそのピリッとしてない限りはもう普通に喋りますそこはなどんなことを喋るんですか大半7割5分ぐらいご飯のことですかねほんま今日何食べるとかうわカス汁が昨日食べたくてねあだから美味しいカス汁食べたいなとか言いながらカス汁って一個豆知識聞く1000円あげるから黙っとくもんでいいですか分かった残念いやでも会話俺も黒田さんは喋ります俺よりうちは奥さんのがめっちゃよ喋るへえ、まあまあ、いいですね、まあ、女性の方が意外となんか喋らんほういう風な感じの雰囲気って、はい、感じ見たことあるないです雰囲気やねん、はい、あれって思うけどでも喋ったらめっちゃ喋りはるから平野レミさんみたいな感じで喋りすぎやわお前なんで極端な人しか出せへんのすごい平野レミさん好きですよね平野レミ同じとは言ったのレミ、うん、音が凪良健一さんもういたかいだ凪良健一もしくは佐藤蛾次郎さんよう喋るんだよ、まあ、ええよね明るくてねいや明るくてっていうかむつっとしてるそのなんか何やろ兄弟女同士の兄弟一緒やんかあの、はいはいはい、妹たわいもない話をしてくるんやけど、うんはいなんか俺からするといや今それ言わんでええんちゃうのって思うとこはようあるそこはあれちゃうな今何にそれそこは言うたらあかんのちゃう今のその話いるか、うん、みたいないるんですよ聞いてほしいんですよやっぱ年離れた老いぼれと結婚したら本当ですよ誰が老いぼれやん私が苦労すると思ってますわでもその年下ならではで、うん、そこは聞いたらだ聞くんやけどちゃうが聞くんやけどよ、うん、聞くんやけどなんかピンとこんなそこを言うとあかんのでしょやっぱしそれはもちろんそうですよ言うとあかんの分かるわそこでアドバイスもしたらダメなんですよこうこうこうでねってどう思うって言った時にもあのアドバイスはダメなの答えはもう自分の中で決まってるから聞く時でも向川さんとって同級生じゃないですか同い年です、ね、はいまるっきり同い年で逆に合うのそれはうん合わない絶対逆のこと言うからだからもうあのごめんアドバイスはいらんねんあうわ最悪やこれだから同じ会社やしそのポジション的にもねそれ変わらへんから、はい、そう一応会社のこと言うたら、うん、いやほんならこの人はこうこうこうしたいんちゃうのって言うたらそれはいらんって、うん、それはいらんねん私が思ってることをそれでいいんちゃうかって言ってくれるだけでいいのよっていう会社の話とかしたらやっぱりそれぞれのね立場の意見もあるから、うん、それで若い頃すごく喧嘩したんですよ制作側の立場で言 うこっちは出る側の立場で喋るって言ったら絶対折り合わないので だからしばらく会社の話はもうなしにしようって言って仕事の話一切しない時期があったんですでも今やねもうしますけどねなんか同志みたいにならないんですかそんだけ30年も同じ会社におって、うんまあ、全ての事情が分かってるじゃないですかそうなんです目音コンビみたいなもんでしょ言えばそんなことないですよ ある種ね同級生ってなったらさ同い年やからどっちが上下っていうのがないやんかそうです、ね、逆に喧嘩した時に止まらんような気がしてしまいませんでも 100% ご主人俺張るでしょ、はい、ここは、はい、赤いパンツ履いて何赤いパンツなんですかいや本当に胸カパカパして誰それジャイアントババさんじゃないんだからそれちゃんとあのメールとか LINE とかでもあのさっきはごめんねってほらやっぱもう最近男が謝った方が早いんちゃ う, そうまた紫の頭してきはってな
あ、奥さんが結婚式行くか知らんけど、ま、紫、紫なんですわ。見たい。わかる。で俺もう、もうそこで言われてたやんか、はい、それ言うたらあかんって言うから、うんうん、何も言えへんかってん、うん、ほんならどっか変わったと思えへんってむちゃむちゃ変わってるわ。お俺気づかん思ったんか、まあ、そんなまま紫でと思って。それは本気で見えてなかった。もうやっぱりもう眼下直行やん。俺赤いやつやから眼下直行、まあ、紫やで。あれでもその辺の派手さの悩みは俺もあるかな。あやさんも言ってたやんか。もうそのあのもうでもね、もう奇抜はええにしたんですよ、うん、奇抜はええやん、まあ、人とか奇抜はええけど、もう露出はやめろっていう。それはない、うん、そこはもうちょっと勘弁してくれっていう。なんか、なんとか回線アニメの呪術回線、うん、そういうのは紫の頭の人おんの。ありますそっちで引っ張られるのか。それやね、絶対それやね。だからそれやね、なんかしでも似合ってるんでしょ。似合うとか似合うより俺身の回りで紫の頭してるって言ったら CCB ぐらいしか知らんのよ。ほんまに懐かしいな。なあ、せやろ、ベースの人しか知らんやん、まあ、そんなんバンドかね。それが本当にバンドのそのそういうライブハウスのとこで出入りされてる方とかやったら、はいはい、音楽によってはね、心の中でさ、うん、知ってる子やねんな、その髪、うん、カットしてる子も、はい、止めたらやん、言えへんの、どっちが言うてんねんみたいなのから、やめたらって言ってほしい。いや、ちょっとちょっと恥ずかしくないですか、真紫で。いやでもできるのがすごい、その勇気は。できるとかより電車とか乗った時にほんまに何でもけど谷町線やったらどないやってんなと思うねん。ほんま恥ずかしいやん、俺一緒に乗ってて、いやいや、じゃあほんならもしアナウンサーからやってへんだけで、もしかしたら、はい、私もだから夢はドレッドヘアなんで、ドレッドに絶対しようと思ってるんです。いつか、いつか髪の毛も色も変えたい。似合いそうな感じもしますけどね。あわやのりお子さん風の緑にすんの。ほんならおばうちのおばあちゃんしてたな。あでも女の人年齢いったらわかんねえ、年齢いったら派手な方が暗くなるわ、はい、いやそれはわかるけど、うん、別にそんな年齢いってるわけちゃうのに、なんでそんな奇抜にみたいな。ファッションが奇抜と思ってないんやろな。 うちの嫁さんもそうやもん、多分おしゃれなんですよ、まあ美容師やしな。なんかいつも行く服屋さんもだから普通の人が買うような服で買ってないでもそうなって普通の服がもう逆に着られるようになってると思う、うん、あそうだと思う、物足りないと思います。物足らんと思う、うん、なんかこれどう思うってなんか買ってきたやつがなんか防空頭巾みたいなどういう花柄の防空頭巾みたいなやつを自分とこう着ててどう思うって聞くなよ。そうやねで、どう思うって言ったら変としか言いようがないから。もう、さすがに嫁も。イカゲームみたいな。そうそう。さすがに嫁も、これはちょっと難しいな。これを聞こなすには。でも一緒にそこ買い物行けるのがまだええんだ。いや、俺さ、買い物一緒に行けんで、ね、そこは。え、どこ持ってきたの。いや、だから買ってきて、家の中で。買ってきてから。そうそう。買ってきて家で、こう。買ってきて。そう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 。これ難しいな、言うから。で、返したんですか。いやそんな九州に送るってなんかあれやろ、要はそのスフィンクスみたいな感じになってるやろ、そうこう防空好きみたいな、ほんで肩までの何の時に着んの、知らない何の時に被るもんな。俺もう絶句やったから、いやちょっとさすがにさすがにそれはちょっと一緒にやるけど若干抵抗あるかなあでも個性ですよ、個性いいじゃないですか、羨ましい。あの女の人はそういうのを良しとするんですよ。でも男の人は絶対認めない。いや認めないことないねんで、ちょっとあんまりと恥ずかしいやんか。恥ずかしいですか。例えばたださ、下田景樹みたいな格好してて、いやいいですよ、阪急デパート行こうやいいんですか、ね、貧乏ちゃまみたいに前だけ着物あの服着て後ろ裸とか落ちぶれてすまんって言うんですそれは普通の服にしてくださいよ、一応服は服なんだけれども好みで着てるんだったらうちも派手ですよ旦那さん。いや人好き好きやからやりゃええねんけど、うん、やっぱり合う合うってあるやん、ほどもね、ほどあほどもある、まあね、あるやん、ほどほどにね。東京で来てる暮らしじゃないからな。最近なんか大阪もすごい男の子が奇抜になってきてるような気はする。あ派手な子多いね。多いやろ、なんかあのポックリみたいな靴履いてる人おる。あいる、あおるおる、いますいます、はいる。あれ何流行りですか。いや多分ですけどその K-POP の流れじゃないですか。そっちですね。あそうなん、K-POP の流れのファッションのような気するよ、うん、いやなんでみんななんかオンザ眉毛みたいな髪の毛になったってな、髪の毛も黒と白に分けたりとか、あそれはあのヒカルさんでしたっけ、なんかあの YouTuber の、はい、なんかで色白をして、ピンクのリップ塗って、K-POP の中でね、そうです、韓国アイドル、こんなん時な、わかるよ、でも韓国アイドルとか韓国の俳優さん見たら男前やんか、むちゃくちゃ綺麗、で日本でももちろん男前おるけど、シュッとしてるやん、そうじゃないやつの唇ピンクはもうこんなもんなんて誰も、亀井マレオがピンクやったらな、亀井マレオがピンクやってみよう、ほんまにだ、まずヒゲ剃れよって誰やん。
右に沿ってで左に沿ったらもう右が生えてんねんから、そうそう早いんですよ濃いから濃いからしょうがないんですよもうということでもう終わりですね、はい、今週のそれゆき目線でした。パチンコ&スロットスーパーコスモグループの提供でお送りします。すいません相原ですがどうか背中を押させていただけますか。神様ありがとう。このコーナーは皆さんが迷っていることをうっすら知ってる相原がどうしても背中を押したいというので仕方なしに解決させてあげるコーナーです、はい、奈良県はかぼちゃの大王さん女性の方30歳の時に見た目は、てんてんてんってどこからどういう意味ですかね。もう一つだか、うん、これじゃ分からんな、はい、さん中いただな、うん、そういう意味らしいっすわ、はい、30歳の時に見た目はてんてんてんじゃちょっと分からん。もう一つやったんな、うんもう一つやってね、だが優しく、経済面に恵まれてる人と結婚しましたと、うん、一部の職場のメンバーから歴代の彼氏すごくイケメンだったのにねと陰口を言われました、それを知り夫の見た目を気にするようになりました、うん、これ以上劣化しないように服をセンスの良いものに、買い替え太らないようにハゲないようにとあれこれやってるのに本当の本人は全く気にしておりません、うん、夫は変わらないと、諦めて自分が気にしないように努力するか離婚するかをもう悩んでると、ねうん離婚ですか、うん、これもねかっこいいとかねかっこ悪いちょっと、まあ、奥さん次第やけどもそうですね、うん、まああんまりね、まあ、服とかね、うん、買ってきて何でもよって言って着てくれんやったら別にそれはそれでいいけどそこにはね言うたらええもん着たらお金もちょっとかかるやろうし、はいまあうね、っていうのがあるから、うん、まあもう一回そのことぐらいで別れたっていうのも多分旦那さんも納得できへんやろうし、うん、っていうことではい。はい、お返事いただいております奈良県のかぼちゃ大王さん、紹介してくださってありがとうございました。実は紹介される前に出た離婚手前まで揉めに揉めました。何のことで夫に鼻毛カッターをプレゼントしたところお前は俺のおかんか鼻毛生やしてるんやなふーんとふざける夫にブチ切れた私キモいわもういい離婚じゃと言って実家に帰省しましたが母に鼻毛で離婚はシャレにならんと諭され夫の上司や職場の同僚にマナーやろ鼻毛ぐらい切れやアホんだら早く謝って嫁さん連れ戻せとお叱りがあったようで、あーなるほど、いろいろありましたがカウンセラーを交えて話し合いそんな大事な場面でふざけない鼻毛はちゃんと切るダイエットを頑張りますとのこと。どこまで約束を守るのかは謎ですがもう一度やり直すことにしました。私も今回の一件で一番つらかったのは夫のお母様が私の育て方が悪かったんです、中身は悪い子ではないので離婚だけは勘弁してくださいと泣かれたことです。お話にあった赤井さん夫婦みたいな夫婦になれるように精進します。夫の鼻毛私が切ろうと思い放送後早速よく切れるハサミを購入しました。こんだけ鼻毛ばちゃ言われもう切れよ旦那もう相談に乗ってくださりありがとうございましたといただきました。だからこのおしゃれにしても奥様が思うおしゃれはなかなか難しいと思うんですよ。そうですね、だからちょっとズボンもゆったりめで、はい、あのざっくり切れるような感じじゃないと、うんうんうん、シャツをピタッピタッとしたようなやつは多分嫌がるん で、はい、でしょうね。パーカーでも大きめのパーカーとか、はい、なんかその辺をやっぱ気遣ってあげたらいいんじゃないですか。ですね、まあ、なるべく、まあ、ご主人に寄せてあげたファッションでね選んであげて。でも鼻毛って本人でしか気のつけようがないですもんね、はい、もうええねんっていう人は多いもんな、 え鼻毛、うん、もうこれはこれええんですこれも、なんかな、うんそれもすごいですね、うん、だからちょっとねなんかあの火綿みたいなそこで火でポッてやるのが一番ええんです危ないからでもね鼻毛ってね危なすぎますなんか抜いたりしすぎたら、はい、本当にあの鼻が敏感になって良くないらしい。あのあの本当にバイキン入ったりしてバイキン入るしであの風邪ひきやすくなったりとかするからでもほどほど着る分にはいいんでしょ、まあ、ほどほどにはいいけどね、うん、でもこう抜いてる人いますよね。癖なんでしょうね、こういつもこうくくってこう抜いてる人よく職場でそんな人おるんですかそんな夏目漱石がそうやったらしいけどね。あそうなんですか。文豪をこう書くたびにこう一本ずつこうでそれを先に置いとったらしい、あの机の上に。へえ、そこ几帳面ですね。でもそんだけさ素晴らしいなんかセンスとか、うん、書くもんがすごいからそれも許せるけど、うん、そうじゃなかったらすっごい腹立つな。ですねそれはね。はい、はい、まあまあ丸く収まってよかった。ボールペンを差し上げたいと思います。ボールペン差し上げます。
今週のお悩みでございます。八尾市からラジオネームみかんさんでございます、うん、隣に住んでいる義理の弟夫婦に悩んでいます。義理の弟、はい、毎年お正月は主人を含め3兄弟家族が我が家に集まります。これは我が家に、義理の父のと母が同居しているためです。あ、義理の弟夫婦は毎年決まった時間には遅刻してくる、手土産がない、食べて飲んでいつの間にか消えてしまう、お礼もなし、今年は前もって義理の弟の嫁に早めに来てお手伝いしてほしいんだけどと頼んでいましたが、11時集合の30分前になっても音沙汰なし、45分になって LINE で手伝うことある、なければ11時に行きますはっきり言って、前日から餅を作って、当日の朝はお寿司やお雑煮、おせちの準備、子供たちへの唐揚げを作ったり、バタバタ、みんなが揃う30分前には準備は終わっています。あまりにも腹が立ち返信しませんでした。そして義理の兄家族が到着、それでも来ない。義理の兄やのにか、はい、義理の弟の方はまだ来ない、うん、結局義理の弟家族は遅刻、謝罪もなし、当たり前のようにずっと座って手伝うこともなし、これが何年も続いてそろそろ限界です。年齢も私の一つ下で同世代、年が離れていれば助言することはできるのですが、主人は注意したら角が立つからやめた方がいいと、義理の弟の子供たちも家で走り回り歩きながら食べる、注意もしない、1年に1回のことですが毎年新年に気分が悪いです。この状態をうまく打開する方法はありませんでしょうか、よろしくお願いします。これ黒田さんとこもね、兄弟みんな揃ったりとか、まあ、今はもう今は無理でも、ね、あれになったからな、まあ、それでもなんか問題はみんなあんのかもしれんけど、これはもう一番の問題は父母が一緒に住んでることによって実家になってるんですよ。そういうことですね。実家になってるってことは、あの、はい、遅れても何も言えへんし手伝いもせん、それは実家だから、うん、自分の家だから、そう思います、はい、これが人ん家のお邪魔になったらそうもいかないし、はい、断ることもできるんです、ですよね。だからお父さんお母さんがおる以上これも仕方がない、うん、ってことになります、ね、ただこれ一番問題なのが、お父さんお母さんが亡くなった時に一番面倒見てたここの奥さんに、はい、とかここの家族に財産行くかっちゃそうでもないんですよね。そこですね。そこできっと多分出てきますよ。また揉めますね、はい、これ。だからそういう気持ちもちゃんと今のうちから整理してた方がいいかもしれませんね。うん、かもしれないですね。あの、言っても治りません。でしょうね。はい、心のしなりは別にそんなこと言われてやるもんでもないしね、はいはい、お土産一つ。まあね、その気持ちもない、ね。いやまあお土産はまあ、でもええとしてもね、なんか手伝うことないな。そうそうそう、でも手伝わんわ。どうも、うん、手伝う人は手伝おうかって言って、そうそうそう、早よ来るわ、うん、最初からやりますわ、やっぱり、うん、もうここまで来て、まあでも父母がいる以上あの、はい、こんといてくれとも言えないので、まあ、一番いいのはそこのご実家から出ていくのが一番いいんですけども、ね、まあ、それが一番いいですよ。でもそれができなければね、しょうがないですよね、はい、しばらくこれは続きますよね。何が問題かっちたらご主人も揉めるから言うなと、はい、まあ、事なかれ主義なので、まあ、奥様一人我慢するしかないってことですね。かわいそうだわ、私だったら絶対言ってしまうわ、うん、そうなんです。そういう人はこういう風にならないんです。なんて言うの、ちなみになんて言う、え、あの、みんな早く集まって、やっぱりちょっと準備大変だから早く来てもらえませんって、うん、それは言いますよ、やっぱり。で来なかったら、来なか、なんで来ないのって得意な大首だ、いや大首出しないけど一応聞きますよね、理由はね。こんだけはっきり言えたらさ、はい、いいんだけど、普通の人はね、うん、なかなか言えないし、まあまあね、やっぱご両親の手前で、ご両親は自分の、まあ、息子やからね、うん、はいはいはい、そう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 、そうかってなもんでしょう、ね、まあ、ほんまそこのね、お母さんあたりがね言ってくれたらいいんですけど、はい、一番ね、一番あんたんとこの嫁さん手伝いに来させえって、たまにはね、言うやええやけど、まあ、相談するんやったらお母さんかなと思います。はい、はい、頑張ってみてください。皆さんもうっすら知ってる相原に迷いをぶつけてみませんか。迷っている事柄を詳しく書いてお送りください。採用させていただいた方には相原直筆色紙のボールペン、千社札、そして向川お手製ステッカーをお届けいたします。私はこんな気持ちで怒ってるんだぞっていう、はい、まあ、奥様の似顔絵の、うん、似顔絵、うん、難しい、はい、でステッカーを、はい、2枚差し上げたいと思います。ステッカー2枚差し上げます。それではいただいたメッセージをご紹介しましょう。今日のテーマはクリスマスがなんじゃい、ちょっと前のテーマになりました、はいはい、そうですね、ラジオネーム哀愁の警備員さん、12月22日から25日、うん、一人現場の夜勤、うん、
職場では24日にクリスマスパーチー、25日は忘年会があったと風の噂を耳にした。26日の夜勤明け、コンビニで半額のクリスマスケーキを買い帰宅、ふとレシートを見たら半額になってなかった。いちごにカビが生えていた。うっすら涙がにじんで、いやもう涙出るわ。警備員やからね、夜勤なんでしょうね。そうですね、こちら兵庫県神戸市の幸さんでございます。子供の幼稚園の友達とそのママたちとクリスマス会をしました。言い出しっぺのママに、みんなマンションで狭いからお宅の広い一軒家でしようと言われ、しぶしぶうちですることになりました。食べ物を一品ずつ持ち寄りねと言われ、私はデザート担当なのに、みんなの持ってきた料理はスーパーで買った安いペラペラのピザやしなしなのポテト、ぬるいジュースなど、これだけというようなもの。私はデザートで全員分のケーキを用意していたので、せこいですけど全然値段が釣り合わないんです。お金を割り勘しようという話にもならず、散らかった部屋を片付けながら、もう二度とクリスマス会なんてしないと誓いました。クリスマスがなんじゃい。まあクリスマス会なんかもうする必要ないと俺は思ってるよ。本当にもういらんよそんな。なこの前も向川さんのことを、もう息子さんのお子さんのことを、はい、ちょっとYouTube で、小森さんの YouTube でちょっと喋らせてもらって。何何何言ったんですか。いやクリスマスのことをね、はい、あんまりそのあのね、こうあのクリスマスのことって聞きにくいじゃないですか、あやらさんいつも、あのサンタクロースの件よ。あなるほど、で向川さんの息子さんがね、はい、それもそんなんをすごい信じてると、というから、それをまあ小森さんのラジオなん、はい、あの YouTube なんて、はい、子供なんか一個も聞いてきやんか、まあ、そらそうやん、ね、わけないやん。だからそこはちょっと談議させてもらえませんか、はいはい、自分の持論を取って、持論をお互いの持論を取ってけ ど、あ今の子供にはすごいなと。なんか、手つないで歩くってなかった。手つないで歩きますよ。中学生高校生って、上は高校生になります。高校生の子で手つつの、さすがに最近は嫌がります。いやそれはさ、いや遅いやろそれ。でも中学生の頃は全然手つないで歩く。俺中学校の時、俺らの世代で中学校でおかんと手つなぐことがあった、うん、うちの中1でももう無理ですわ、俺おかんが手つないできれ来たらどっかに殺しに行かれんのかな思ってたもん。連れて行かれるなあ。連れて、何か企てが、何が企てがあるやろそんなもの。本当ですか。いやそれがすごい衝撃やった。俺ほんまに感じにはならないです。手をつなぐとかそんな感じには思ったわ。あいらんとこの男、ないないない、あいらおれへんけどな。子供子供ないないない。中学校になったらもう小6くらいからちょっとしんどいな。そうそうやろ。うち2人子供、息子がねいますけど、買ったカレンダーに私の生写真が入ってる。その生写真2人ともデスクに飾ってますもん。母親の写真。魔除けかな。魔除けだ。魔除けか。なんで魔除け。キモいな。なんでキモいってどういうこと。お母親の写真もいいじゃないですか。いやそれってあの旦那さん心配せえへんかい。アメリカなんかなんかちょっと割とそんなね。そうそう家族で。アメリカそうするとすぐ不倫とかするやん、アメリカの。I love you。ホームパーティーしたそいつとできとるやないか、うん、お前。ええんか。ドラマで連れの連れでもええんか。そうやな。何でもええんかい。あごめんなさい。ほなさっきあのアレンジしますわ。あのそっちの方のクリスマスケーキ、うんうん、はい、あやっぱやめとこう。あのキャッチン食は、はい、警備員さん、ね、かわいいですよ警備員さん、はい、警備員さん、この冬の寒いところでもやってんね。そうですね、なんちょっとなんかあげたらやがなんなもな、はい、では3000円プレゼントいたします。ありがとう、はい、たくさんのメッセージありがとうございました。それでは今日の3000円の当選者の発表でございます。姫路市にお住まいのラジオネームリップスさん、和泉市のラジオネームアルママさん、そして枚方市のラジオネームクワワンコさん、以上の3人の方々です。おめでとうございます。おめでとうございます。お便りプレゼント、伊藤ハム、ハムとチャーシューの、ウインナーのセットでございますね。はい、高砂越し、いいですね。ラジオネームメロンさん、岸和田のラジオネームメイママさん、浜松市のメジロさん、以上の3人の方々です。おめでとうございます。そして来週も番組にいただいたメール、ファックス、おはがきに全てのお便りの中から抽選で3人の方に現金3000円を、また3人の方に週替わりのちょっと美味しいもの、それゆけグルメをプレゼントいたします。今週のそれゆけグルメは静岡県産アジの干物と釜揚げしらすのセットでございます。ですね、必ずおところ、お名前、連絡先、電話番号をお書きになってお送りください。またプレゼントの応募は番組公式ツイッターでも可能でございます。ぜひこちらの方までお送りくださいね。今日の合言葉は、うん、俺知らんがな。俺知らんがな。あそうだね、俺知らんが、俺もうてへんがあんたや。マナガツオ、マナガツオって書いてください。びっくりしたわ。マナガツオで送ってください。ごめん、あやら時間ない。あいつは私、別に黒だと。あやると、カートモビでした。なんやそれ。
おまけのコーナー。はーい。まず謝りなさいよ、さっき。何？どうしたの？エンディングは、やらさ、ああ、時間ない。失礼しました、失礼しました。時間がなかったから。ちゃうよ、時間なかったからちゃうよ。合言葉を自分で、自分しか、向川さんしか知らんのに、俺に振ってずっと見るから。そうだよね、合言葉は知らんがな、俺。俺もそんなシステムやったっけと思ちゃうよな自分のパートじゃなかったからどっちだやろと合言葉はって黒田さんが言うんですよねだからさ初めのセリフを言えへんからやってそうなんだっけ合言葉が必要ですって言うて俺が合言葉はって言わへんな時間なかったからあれ言ってたら最後ね挨拶できなかったからどんだけ言い訳は謝らない主義謝らないな私謝らない主義なんでうるせえさあそういう向川さんにですね、はい、お便りが来ておりまして、はい、東大阪はラジオネームパンダの父ちゃんさんですね、こんにちは、メッセージャーさん向川さんこんにちはとこんにちは向川アナウンサーは毎日放送の百獣の王で敵なしだと思いますがそんな向川さんでも仕事をしていてこの人怖いなと思った人はいますか怖いってパラさん、はい、なんかいろんな意味あるんだよなそう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 あのこの人ってニコニコ笑うから怖いっていうのと、うんうん、ガーンと言うてくるから怖いというのと、うんうん、何考えてるか分からへんとか、うんうん、そういろんな怖さあるやんか、うんうんはい、まあ僕なんかある種ですよ、うん、ある種東野さんなんでええわあもう自由にやって自由にやってっていう怖さはありますよあのね逆にこれせえあれせえ絶対言えへんから言えへんいやなん全然大丈夫、うん、全然大丈夫って言うて、うんうん、大丈夫じゃないからな ないねんはいそうですねあのそのとこをよく見てるからうーん香港さんとかの方が分かりやすいのよ分かりやすいな香港さん怒ったら怒ってるしムーッとしてお前あれなんやねんって言ってくれた方がいいけどあの全然大丈夫全然大丈夫やからって大丈夫じゃないとこ たくさん知ってるからそれは怖いです、ね、怖いんですだそういう意味でのいろんな意味での怖い意味かなムーンさんにとってだから頭が上がれへんとかそれそういうのを聞きたいんじゃないですか多分ですけど怖いだから昔はねそれは先輩方もいましたから、うん、その中の一人としてはそれは小森さんは怖かったですよ怖いと嫌いはちゃうでそうねじゃあ小森さん今 リスザルとフクロウの世話してるねどこで家で奥さんが立ってきてリスザルってさあのお猿さんって頭ええから飼うの大変だよね、うん、ねあそうなんですか大変なんです頭のいい知能の高い動物って飼うの大変なんです、ねそうなんだでも可愛いですよねフクロウはネズミあげなあかんしあげなあかんな大巨人がネズミをお前冷凍から取り出すとこ見たらやっぱり隣の人はギャッいやグナグナる怖いそれは怖いちょっとお願いしていいですかね天神橋商店街にスタジオがあるんでしょ一回行ったってよそこに行くときにフクロウを肩に乗せて歩いて行ってもらえませんかねいいねいいね、ちょっと面白くないですかもうそれはあのそのそこのスタジオより名物になると思うなりますねたまにおったよねなんかいいタカとかさインコとかそうなんか何やこの人を言うのなんかもうあの肩に袋をいいかも目立ちますよそれで YouTube やってほしいな面白いです、ね、冷凍のネズミをちょいちょい上げてね面白いねほんで3匹中1匹は自分で食べるそんなに時々で間違えてる間違えてこれはモナカですよ言ってもらったと思うけどもうそういう気持ちがなんて向こうさ怖い人それ言うてはるんだからそういうなんか全然ビビってない人が、はい、そのビビる人みたいなこと聞きたいじゃないですか今絡んでるのはコンちゃんでしょ、まあ、今コンちゃん僕ら年下やから目上じゃないんでね、まあね、はいはいあのコンちゃんと、はい、あと絡んでるだろ誰やラジオであとは誰あうわちゃんでも同期うわちゃん同期ですよ、ね、怖いというのはないわな、ねでも相原さんでしょ、うん、そういう意味で言ったら相原さんは怖いですよ、うん、あそうそれはそうですよでやっぱりあんな目してるもんだっていつも上げ足取られるからですよ確実にそう何言ってもねなんかこいつ人が見られたくないなっていうところをそうあの見る妖怪かなと思って人の恥部をついてくるでしょ、うん、一番嫌やそうそう学校によったら一番嫌やこいついやでもそれあれで俺忘れへんでそういうチブをだからそれだからでしょだからそう忘れろ言ってんねんだから誰が何年に脱いだとかめっちゃ言うからなこいつ俺でそういう本とかすごい全部置いてんねん置いとくなってだからお前が死んだ時恥ずかしいんやから大丈夫知り合いが持って出ることになってるから言うなそれ持って出るやつをほんまにその約束守ろう思ってんのかバカたれお前誰よでそういう意味で言ったらだから相原さんの時にはやっぱちょっとピリッとしますよそれはもちろんダラッとは絶対しないですね例えばですけど、うん、上司とかはどうですか上司はピリッとはあんまりないかなせえよ
誰とやったら気安く喋れるの、逆に言うたら。みんなと。いや、みんな思ってへんねん、それ。みんな顔引きつってますやんか。そんなことないです。気づけへんねん、それ。いや、みんなすごく、一緒にロケ行きましょうね、とか後輩が言ってくれるもん。そんなお会いそういうのがいつだったらわかんねん。お会いそ違うでしょ。嫌だ、嫌だ、言うてんちゃいます。でもアナウンサーの女子の先輩は、ほんなら。女子の先輩は、だから年上が、この間チラシ出す一緒だった高井さんでしょ、うん、上がも知れてるもんな。そうなんですよ。関岡さん。高井さんと亀さんがもう、えらい言い合いしてたで。あの仲ええからか、そんな感じじゃなかった。だから仲ええから言い争うとかあるやん。聞いた俺。いや、そんな俺お茶飲みに行ってくれて外行ったもん。そんなアホなことあるかいな、そんな50回って。まあね、アナウンサーさん本当ね、席替えしても大変なんですよ。誰と誰をくっつけたらいかんとかね、あの人とこの人は話さなあかんとかね、いろいろあるんで。すごかったもん亀井さんが。やっぱり亀井さんってそんなことおっしゃる方じゃないじゃないですか。どっちか言ったらほんわかして、はい、いいよいいよし、うん、だ言われたら、まあ、言われた方がまあ負けじゃないけど、はいはい、まあ、高井さんがバッて来てくれはった今、うん、このチラシ出すの、うん、初期、まあ、1月4日やったからな、うん、高井さんがこの前お世話になった。僕もその時も前もちょっとこういう話しましたけどもな、あのマネージャーのミスで打ち合わせできへんかったから、うん、すいません、バタバタしてこちらこそすいません、今年のことよろしくお願いしますって言ったら、亀井さんが、ちょうど亀井さんがそのあのなんか高井さんが要はそのチラシ、そのチラシについてじゃなくて自分の話ばっかりしてたみたいなこと言ってた時、キャーテンバって、私のこと好きでしょみたいな高井さんが言ったら、亀さんが、うん、え、大嫌いですよみたいな。でもそれはマジですからね。マジの言い方で、もう向井さん、もうそこはもうマジとか言わなくていいじゃないですか。口にこれ以上含まれへんぐらい柿の種入れとったらバックバック。柿の種をバリバリ食べながら、ね、これ言うときますけど、向川さんのその合いの手で大概こじれるんやから、大体その合いの手が悪いわ。聞いてへんから、誰がおまけの言うって、ただね、それはね、やっぱりね、そうそうそう、あのさすがにね、そうおまけまでは聞かんわ。そうか、だからこういう時言うてて、うん、アホのな、ハッサンがさ、うん、サムネでな、うん、亀さんと亀井と高井は敬遠の中そんな絶対書いたらさ、それはドドーン出てるそれはカンみたいなあるけど、そんなんないんですか、例えばその苦手やよ。アナウンサー室の中ではないですね。私は別にこう敵対してるもないし、怖いもないってことやね。お父さん怖いとか。い、怖くないです。ご主人怖くないか。怖くはないですね。世の中に怖くない人一人ぐらい怖い人作っとかんと、やっぱり、はい、今のままやったら言うたらさ、年取っていくやん俺ら全員、はい、もっとわがままなんねんからな。今わがままじゃないからね。よう言うわ。もうすでに半裸の王様ですよね。嘘でしょ。裸とは言いません。半裸の王様。よかった。トップレス。トップレス。布一枚。布一枚。そんなことないですよ。本当にもうみんなに気使って、みんなのことを考えながらやってますもん、私。いや、だからその。本当に。あの、気使ってる人がね、亀井さんが高井さんに言って、大嫌いだよ、それ本音なんですよって言いますか。気使ってる人が。え、高井さんはそれ知ってんねやろ。知ってます、知ってます。どっちも嫌い。知ってんの。うん、どっちも嫌いって知ってる。あ、ほんでもうシャレじゃなくて、それはプロレスみたいな感じになってるわけ。プロレスじゃないですね、多分。いや、そうやった高井さんの器すごいな。でかいな。だから高井さんはいろんな人に文句言われてるけど、でも、あ、だから、それもサムネやめてや、ほんま。そう、それ絶対書かんといてね。みんな仲良しとか逆のサムネもやめてや。そう、それもやめて、それもやめて。聞いてびっくり。触れないで。見てびっくり。アナウンサー同士はみんな仲良しとか、それもやめてや。触れないで。でも、わーっと言われても、またまたって言い返すんですよ。いいやんか。相手が本人が本質からそう言うてた。俺、でもね、あやさん。器すごいな。この前僕初めてあの長いこと一緒にやってんけど、あの良さはわかりました。うんうん、あの、要は、あの、やっぱり、帰国子女やろ。なるほど。帰国子女やから、はい、あの、ええ意味でも悪い意味でも、こう、フランクな付き合いみたいな感じやるんやろうなと思って。あと、まあ、我関節じゃないけど、うん、だから、パッと会った時に、やっぱり、その、もうすぐにわーって喋って仲良くなれるのは、ね、ええー、というのはあるけど、うんうん、まあ、例えばそれが同じ職種やったら、うん、おるやん、おいらでもあやら、その、いや、今そんな大きい声で喋らんでええやんとかある、おるやんか、そんな。おるやん、そんな今ここでその話してんでええやんみたいな、おるやろ。あえてそういうこと大きい声で言うたら聞こえるし、うんうん、だからそういうのが、うん、やっぱりその嫌な人もおんねやろな。まあそうですね、それはありますね、はい。でもずっと鼻歌歌ってるし、いやいいやん、いいやん、別に念仏唱えてるんやないねから、いや念仏唱えられたら嫌やけどその鼻歌にだから全然ね、どの曲かがわからないんですよ。音痴って言うてるやん、犯人
何でも俺そんな人嫌いちゃうけどな。いや、もうイライラしますよ。朝からイライラするって言ってるやん。ずーっと鼻歌ですよ。で、何の曲か分かんないんですよ。それ一回行ってくださいよ、アナウンサー室に。一日行ってみてください。どうなの？ずっとその鼻歌聞かされてみて。何の鼻歌かってな、同じ曲なん？だからその曲が分かんないから、だからみんな黙って何も聞かないイヤホンをみんな耳につけるんですよ。みんなな。ほんまにみんなか。みんな、ほんまにみんなか。ホワイトボードを持って僕聞きに行きます。出た。とうとうホワイトボード出てきた。出ました、また。あの、高井さんと向川さんどっち支持しますか？あ、これは気になる、ね。これは気になるわ。鼻歌に関しては全員、まあ私の方に丸をつけて。耳触り。耳触り。いや、そんなんじゃなくて、普通にどっちについていきますか？あー。どうだろうな、それは。我関節で言うやったら高井さんは付き合いやすいかもしれないもんね。人がどうしようが気にしないっていう感じで言ったらね。でもすごいなんか男の人にモテる言ってたよ。誰が？高井さん。誰が言ったの？自分が。え、なんか聞いた。いや、自分では聞いた。他局の偉いさんに、うん、まあ、好きなんだよとは聞いたことある。おじさん転がしなんです。おじさんだからもうね、本人ももうその、まあ、その熟女でしょ。だって50代、僕らより年上やから。そう。転がすという、それは若い時から。褒めないっすね。どこまで行っても、この話褒めないっすね。あと、怖いやつおれへんかいってのおらんっていうことやろ、だから。あの、プロレスしてあげてください。なんかあの人怖いとかな、全てなんか喜ぶワード言ってあげてください。え、誰って言ったらいいかな、うん、だおるやろ誰か、この人に頭上がらんとか。おおおじゃないわ、なんで急に脳が始まんねん。よおーよおお、なんかピリッとね、師匠とかでもなんか、おいらでもやっぱあるよ、やっぱピリッとこの人の前だったら師匠いないもんだって。でもやっぱりアナウンスの時のその部長とか隅十一さんとか、すみさんもなんかちっちゃいおじさんだなと思って野村圭司さんとか、あ、野村さんも演歌の人やったから、青木さんとか。青木さんは青木和夫ですが言えなかったからね。ダメだ。こんな嫁にもだ大変やで。あの 何さんやった、あやらさん、パンダのパンダの父ちゃんさん、もうごめん、はい、おれへんわ。考えてきます本当に、はい、まあこういうね、おはがきの方も YouTube ならではのことでできるんで、本ちゃんでは我々これさすが、亀井高井のその戦争はもう語れないんで、ヒリヒリするわ、うん、私一言も言ってないですからね、それは汚いわ。とどめを刺しとるわな。いやいやいや、俺らも分からんから、ね、分からんから、人の状況が。いやいや、これ事実やもん。せん、これ、ね、これで、朝の方もおかしだって。ね、これ、これやな、ね。お母さんがごっつんゴールみたいなことするから。やめて、ごっつんゴール。いや、俺はそう聞いたよって言って、目の前で起こったことやから、別に嘘じゃないやんか。そう。陰口じゃなくて、目の前で起こって、うんうんうん、そうやって、偉いアニメ、はははって笑ったけど。でもそれ俺やったらね、いや、そう言えるぐらいの中なんすよって言えば、亀さんが、うん、じゃあ俺が、まあ、向川さんの持ち主だよね、2人そんなこと言い合えるぐらいの仲やから、あ、まあ、実はさ仲いいんですよ、で嘘でもほんまでもええやんか、ほんまに仲悪いんですよ。ははじゃないね、ようそれで平気な顔してアナウンス室おるな。なあ、そんなこと言うててな、俺ら合わんからやけど。鼻歌歌ってないから大丈夫、分かれということで、そういうことでございます、はい、はい、ありがとうございました、ありがとうございました。